どうも、こんばんは、NM です。今回は東京ぐるりインボークメンテナンスが明けまして新しい占領戦始まったんですけども、それと同時にガシャの方にですねプレミアムガシャ派遣ガシャ、一新されております。で今回はプレミアムガシャ一新されたハイセイ、サイコムツキこの3人がですね、ピックアップされているガシャを確定枠まで引いていきたいと思います。確定枠、5回目なんで使う石は250個ですね。ガンガンですね石を使ってガシャ引いて、まあ促進剤にいらないのが出たら促進剤に変えるもよしでどんどんキャラを強化していくことがですね、占領戦有利に進める、には近道だと思っているので、やっていきたいと思います。まずキャラ見ていきますか。ハイセイ、ハイセイはですね前回と同じです。でサイコなんですけども味方前衛の体力を 30% 回復、3ターンの間は防御力を 1.5倍、これかなり使えますよね、駆逐とかで。で3ターンの間自身は毎ターン体力が 10% 回復する再生状態になる、これかなり強いですね。 でもこれレベル5になったらこの効果なんだけどレベル1ではどうなんでしょうか。あそこら辺ちょっとよくわかんないけど。でムツキですね、3ターンの間、味方全員のガード率 30% アップ、3ターンの間敵単体の攻撃力 0.5%、 あーこれかなり強いですよね。でガード率を 30% アップってさ結局こいつ運ゲーに持ち込めるのが強くてガード率をガンガン上げて、あなんかね回避率を上げるこの正月カネキもいるんですけど、まあ、そういうのって結構強いと思うんですよね、運ゲーに持ち込めるのは。はい、ということで、まあ、敵単体の攻撃力 0.5 倍もかなり魅力的ですね。というわけで今回はとりあえずサイコを狙っていきたいと思います。じゃあ早速いきましょう。1回目、まあ、1回目で出てくれちゃってもいいんですよ。フラグを立てていく。さあ来い。さあ SSR は確定。何枚来るかな。3枚ぐらいかな、さすがに。前回ちょっとねなかなかいい引きを見せちゃったんで3枚ぐらい、1枚か。うん、まあ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 、まあ、グールだぞ。あグールだからあれか、俺持ってるや、もうグールで多分持ってないキャラいないんだよな今のところ多分だけど。あフェスゲンのあの金木とかは持ってなかったかな。いやー2回目いきましょう。これさなんだろう、10連は1枚 SR は確定っつって全部レアなの俺見たことないような気がするんだけど。この10連でレアだけ出たことあります？あ 10連じゃねえわ。あそうか、その10連で SR1 枚だけとか出たことあります？あちょっと待って、1回チームをあれだな整理するわ。さあ今20回回したんで、30回目いきますか。まあ、なかなかね確定枠以外でキックアップが出るのって難しいですよね。そいっ、うん、やばい渋い。あ出たこれ10枚中1枚は SR 確定で1枚だけ SR のパターンゼロ説みたいな言ったそばからだよ。フラグを立てていく。ちょっと待って、やばいな。さあ4回目。そい！やばい、ちょ待って。もうやばい、これ、本当に。困って、やばい、本当に。さあ、ラスト。これが確定の、ピックアップキャラが出るやつだと思うんですけど。いけ、まあ、いけっつってあれだわ、確定だわいけっつって確定だわ。いやー3枚、お願いします3枚お願いします。うんー1枚か、しかもラスト10枚目に来てくれるっていう。さてと最高はいいな。まあハイセイでもいい、ムツキはちょっとね。おい最高というわけで、無事ですね目当てのもんが引けました。まあこいつご突するかちょっと迷いますね。というわけで、今回はですねリニューアル記念プレミアムガシャ
クインクス新たに2人出ましたけども、狙いの門が引けました。というわけでですね、お疲れ様でした。また次回の実況動画でお会いしましょう。